クロスビーは鈴木が製造、販売するクロスオーバー SUV 型のコンパクトカーである。2017年に開催された東京モーターショー2017で参考出品者としてワールドプレミア。軽クロスオーバー SUV のハスラーの小型乗用車、企画版をイメージさせるデザインであるが、鈴木社長の鈴木敏博は大人5人が乗れるワゴンの広さと、 SUV らしい総破性を両立した新ジャンルと説明している。実際、ハスラー同様のトールワゴンと SUV のクロスオーバーではあるが、ハスラーのメカニズムやパーツは一切採用されておらず、A セグメントのセレリオやイグニス、ソリオ、ソリオバンディットのメカニズムが多用されている。プラットフォームには、ソリオ、ソリオバンディット、イグニスと同じものを用いており、 A セグメント小型車向けプラットフォーム、ハーテクトを採用。ボディサイズは、全高は 1705mm あるものの、全長や全幅はイグニスよりも、わずかに大きい程度となっている。そのため、小型クロスオーバー SUV の競合車種に比べて、全長が大幅に短くなっており、取り回しを重視したサイズ感となった。全幅も他の競合車種に比べて短く、 1700mm 未満に抑えられているため、3ナンバー車が非常に多い今日の小型クロスオーバー、SUV では事実上の競合車種となる2台目、ダイハツロッキー、及びその OEM となる、トヨタライズと並ぶ数少ない5ナンバー車となっている。パワートレインには4台目スイフト、RST で、採用済みの K10C 型直噴ターボエンジン、ブースタージェットエンジンに、 急ぐと2種類のバッテリーを組み合わせたマイルドハイブリッドシステムを採用。1.5リットルの自然吸気エンジン並みの出力と JC08 モード燃費消費率で 22.0kmL の低燃費を両立している。トランスミッションはマニュアルモード付けヘパドルシフトを備えた6速 AT のみである。ブースタージェットエンジンとマイルドハイブリッドシステムの組み合わせは 続き車で初となる 4WD 車にはビスカスカップリング式の 4WD システムを採用するほかエンジンブレーキでは減速できないほどの急な下り坂などでブレーキペダルを踏まなくても自動的に車速を約時速 7km にコントロールするヒルディセントコントロールと雪道やぬかるみなどの滑りやすい路面での発進時に エンジントルクやブレーキが効果的に作動するように制御させることでスムーズな発進をサポートするグリップコントロールが標準装備される。さらにエンジンの回転数を高めに保って高トルクを発揮するスポーツモード、雪道やアイスバーンでの発進、加速の際にエンジントルクをコントロールしてタイヤの空転を抑える制御を行うスノーモードの2種類の走行モードも搭載されている。 安全面では、小型車では4台目、スイフト、スイフトスポーツに次いでの採用となる、単眼カメラ赤外線、レーザーレーダー方式の衝突被害軽減ブレーキ、デュアルセンサーブレーキサポートを、はじめ、5発進抑制機能、車線逸脱警報機能、フラつき警報機能、先行車発進お知らせ機能、ハイビームアシストが採用されたほか、2代目、スペーシア、スペーシアカスタムで、 初採用された超音波センサー方式の広報用、衝突被害軽減ブレーキ、後退時ブレーキアシスト、広報音発信抑制機能、リアパーキングセンサーも採用。SRS サイドエアバッグと SRS カーテンエアバッグも採用されている。なお、2020年10月の一部仕様変更で、衝突被害軽減ブレーキが夜間の歩行者の検知も可能なステレオカメラ方式の デュアルカメラブレーキサポートとなり、アダプティブクルーズコントロールと鈴木車で初となる車線維持支援機能が新たに採用された。インパネは基本デザインこそハスラーのそれを踏襲しているが専用設計であり、エアコンスイッチはイグニスのものを流用している。また、エンジンを切って運転席ドアを開けるとヘッドライトが自動消灯するライト自動消灯システムが鈴木車で 初めて採用された。XB はワクワクするクロスオーバーを英訳したずっと b e エキサイティングからの造語。ありがとうございます。